サイキックシールは金色のシンボルマークが中に描かれた円形のシールである。科学では解明のできない大宇宙の真心が宿るとされている。別名や関連商品としてエスパーシールやワンダーシールがあり、これらについても合わせて説明する。ESP 科学研究所が開発した ESP 器具の一つである。同書が 活動拠点を大阪から東京に移した1982年にシンボルマークを制定、その際のマークを採用したものがサイキックシールである。このシールは後に大仏用のワンダーシールと名前を改め、同効果を持つ大人用シールであるエスパーシールと共に30年以上発売され続けている。 シンボルマークが印刷されているだけのシールであり、磁気や薬物を使用しているわけではない。しかし、科学では解明のできない、大宇宙の真心が宿るとされており、体や物に貼ることで、真心の恩恵が得られる。なお、大宇宙の真心とは、創始者の石井片尾が八次元より授かった、大宇宙の根源である。1980年代に流行り、テレビで取り上げられることもあった。 また、ムーなどの雑誌記事としても取り上げられていた。なお、ESP 科学研究所は、後に株式会社 I、SP として生まれ変わっている。ワンダーシールは、金色のシンボルマークが描かれた、直径2センチメートルほどの円形のシールである。もともとは、サイキックシールとの名前で作成されたものであるが、世界中の幸福を願う、という意味を込めて、名称を変更したものである。 エスパーシールは肌色の背景に茶色のシンボルマークが描かれた直径2トルほどの円形のシールである。体の不調を感じた人がワンダーシールを肌に貼っているのを見て肌に貼る際に違和感のないよう背景を肌色にして素材も人体に適したものに変更したものである。根底となる力についてはワンダーシールと全く同じである。 いずれのシールもサイズを変えたものが複数種類発売されている。ありがとうございます。